鎧イイチウオは、アシロメアシロカに分類される、海水魚の一種。鎧イイチウオ属のタイプ種である。南日本から東、シナ海に分布する。大陸方の沿辺部から大陸斜面上部の水深200から350メートルのサデーテ底に生息する、低生魚である。生魚は、小魚や甲殻類などのネクトンやベントスを食べる。 未生魚は主にベントスを食べる。卵生。卵は楕円型で、寒天質の卵老に包まれて生まれ海中を浮遊する。全長35センチメートルほどの個体が多いが、最大で70センチメートルにまで達する。日本近海のアシロカの魚の中では底坊主に次ぐ、大型種。体は前後に細長くがは平たし、糞はエンドンでビタンは尖る。 価格は上あごより短い。下あごにある一体の髭状のものは腹びれで、目の直下付近の基部から災害公園を超えない程度に糸状に伸びる2本の難状からなる。分布が重なる近似種の塩板中ちは、この腹器の基部が目の後方下にあることから見分けられる。背びれひれ長数は85から90本。垂直びれはつながっている。エられつは大きい。 前災骸骨に鋭い棘が3本あり、主災骸骨にも強い棘が1本ある。長く鋭い糞棘がある。前鼻孔の直上に間隔孔がある。尻びれ支部は第13から17背びれひれ状の下方に位置する。腹椎骨数は13個。体色は背側が赤褐色でまだら模様がある。体色は銀色光沢があり、腹側にかけて単色になる。 未制魚は背びれ、尾ひれ、尻ひれ、円片が黒いが、制魚になると赤みを帯びる。鎧板中央属には、鎧板中央を含めて3種が認められている。日本近海には、鎧板中央と黒鎧板中央の2種が分布する。沖合底引き網漁で食用に漁獲される。秋から春先にかけて市場に流通するが量は少なく、スーパーなどにはほとんど並ばない。大型のものは、 鮮魚として商品価値が高くおろし値 1kg あたり2から3000円で取引されることもある高級魚である。小型のものは練り製品の材料とされる。釣りの対象魚で相模湾、駿河湾の水深100メートル前後で釣れることがある。旬は冬から産卵を控えた春先。白身魚で食味は淡白で甘みがあり身が柔らかい。 刺身でも食べられるが水分が多いので昆布締めにされることが多い。味噌や醤油と相性が良く最強漬けや夕飯漬けなどの漬け焼き魚にされるほか、鍋物、干物、揚げ物、煮物、椀物、蒸し物、ムニエル、ポワレなどにも用いられる。ありがとうございます。